1942年にかけて存在した日本軍の特務機関の一つ。機関長は鈴木慶事陸軍大佐である。ビルマの独立運動の支援を任務とし、ビルマ独立義勇軍の誕生に貢献した。今日の日本とミャンマーとの友好関係の基礎を築いたとも評価される。ビルマは1824年に始まった英面戦争の結果、1886年に、 イギリス領インド帝国の一州に編入された。イギリスは治安維持の観点からビルマ軍を編成したが、ビルマ族の青年は征服者に協力することを潔しとしなかった。ビルマの人口は九百四十一年の国勢調査によれば1六百万人、民族別ではモンゴル系といわれるビルマ族が千百万人、カレン族百五十万人、シャン族百三十万人、 移住した、インド人200万人という構成であったが、同年のビルマ軍総数6209名のうち、大部分は、カレン族などの少数民族やインド出身のパンジャブ族が占め、ビルマ族の軍人は159名に過ぎなかった。1935年ビルマ道地方が制定され、1937年、その発行により、ビルマはインドから分離し、 新ーン件派のバーモーを主犯とする内閣と議会が設置された。しかし、イギリス人総督の拒否権はほとんどビルマ統治全般に及び、自治権は完全にはほど遠く、ビルマは植民地と自治領との中間的状態に留め置かれた。議会における自治権拡大運動は、イギリスの言った消闘分立政策のため勢力を持つには至らなかった。 ビルマゼンズビルマ独立運動は1930年代に活発化した。運動の前衛は1930年に結成された多ン島であった。多ン島にはラングウン大学の学生が数多く参加していた。1930年代後半に学生運動のリーダーとして活躍したのが多ン・ウォンさんやウヌーラである。多ン島などの運動の激化を抑えきれず、 バーモー政権は成立後ほどなくしてが返した。その後、第二次世界大戦が勃発すると、他近党はゲーアしたバーモーの新エタ党などとともに自由ブロックを結成し、独立運動の大道団結を遂げた。ビルマ民族主義者の中には議会を通じた穏健な運動を目指す者もいたものの、他近党は大英非協力と武装放棄を掲げ、インド国民会議派、 中国国民党、中国共産党、日本など、いずれの外国勢力からの援助でも受け入れる考えを持っていた。九百四十年に入ると、イギリスは自由ブロックに対して弾圧を加えた。バーモーラ首脳陣が相次いで投獄される中、タキンウォンさんは、同志タキン、ラミアンと共に、外国勢力からの援助を求めるために、クーリーに変装して密出国し、 アモイへと向かった。当時日本と中国とは日中戦争の最中にあった。中国の小解析政権は重慶へと逃れながらも英米等からの軍事援助を受けて頑強に抗戦を続けていた。軍事物資の輸送ルートとしては1、フランス領、インドシナ2、ビルマ3、ソ連から中国内陸部4、中国沿岸を経由する各ルートがあった。ビルマルートは ヤングーンの港からマンダレー、ラシオを経由し、山岳地帯を越えて混迷に達する自動車道路で1940年にはビルマルートの輸送量が最も多くなっていた。日本軍は外交交渉や橋力爆撃などによるビルマルートの遮断に努めたが、その達成には苦慮していた。1940年3月大本営陸軍部は、 参謀本部付元船舶課長の鈴木刑事大佐に対しビルマルート社団の方策について研究するような意地を与えた。鈴木大佐はビルマについて調べていくうちに多金党を中核とする独立運動に着目した。運動が武装放棄に発展するような事態となればビルマルート社団も自ずから達成できる。こうして 外国勢力の援助を欲していたビルマ民族主義者と日本との提携が成立へと動き出す。ビルマに関しては、1940年当時、日本海軍がラングン在住の元海軍隊員、国部肖像を通じて、早くから情報収集に努めていた一方で、日本陸軍が持っていた情報はなきに等しかった。鈴木大佐は活動開始にあたって、上海の特務機関員であった。 樋口武た公安院の杉井いみ鉄調査部の水谷稲浦に協力を要請した。1940年6月、鈴木大佐は姫鳴協会初期兼、読売新聞特派員、南駅与の偽名を使って、ラングーンに入り、他金党員と接触した。そこで、鈴木大佐は、御さんたちがアモイに潜伏していることを知り、彼らを日本に招くことを決意する。11月、 温山たちは、アモイの日本軍特務機関員によって発見され、日本に到着した。鈴木大佐は、温山に、メンデン、モンに、ラミアンに、イトダ・定一の偽名を与えて、郷里の浜松にかくまった。温山たちの来日を契機として、陸海軍は協力して、本格的な対ビルマ工作を推進することを決定する。年月日、鈴木大佐を、 機関長とする大本営直属の特務機関、南機関が正式に発足した。差し当たり対外的には南方企業調査会との議傷を用いることとした。発足時の主要メンバーは次の通りであった。鈴木大佐は南機関の本部をバンコクに置き活動を開始した。南機関の任務は世界最強のイギリス情報機関を相手として、 日本の関与をいささかも漏らすことなく、暴力を成功させるという、極めて困難なものであった。南機関は次のような行動計画を立てた。1941年2月14日、杉井と温産の両名に対し、ビルマ青年の手引きを命ずる作戦命令第1号が発出された。両名は船員に変装して、ビルママイ輸送の日本貨物船で、ランブーンへ向かい、 第一陣のビルマ青年4名の脱出を成功させた。以後6月までの間に海路及び陸路を通じて脱出したビルマ青年は予定の30名に達した。この30名が後にビルマ独立の伝説に語られることになる30人の同志である。4月初旬、海南東山の海軍基地の一角に特別訓練所が開設され、 ビルマ青年が順次送り込まれて過酷な軍事訓練が開始された。ビルマ青年たちのリーダーは恩さんが務めた。訓練用の武器には中国戦線で捕獲した外国製の武器を準備するなどして日本の関与が発覚しないよう最新の注意が払われた。グループに比較的遅れて加わった中に多金主門、すなわちネウィンがいた。ネウィンは理解力に優れ、 ひ弱そうに見える体格のうちに凄まじい投資を秘めていた。ネウィンはたちまち頭角を表し、温産の右腕を担うことになる。日本軍のビルマ侵攻作戦やがて1941年の夏が来た。ビルマでの武装放棄の予定時期となっていたが、国際情勢は緊迫の度を深めていた。6月22日にナチスドイツがソ連へ侵攻したのを機に、日本でも、 ソ連を攻撃すべしとする北進論が唱えられ、陸軍は赤特縁を発動して7月に満州に大兵力を集結したが、結局ソ連との戦闘は起きなかった。一方で東南アジアの資源地帯を抑えるべしとする南進論が唱えられ、7月末に南部仏印進駐を進めた。この進駐に対してアメリカは在米日本資産凍結。 対日石油禁輸という強硬な経済制裁を発動した。このような情勢したビルマでの武装放棄の予定にも軍中央からマッタがかけられた。先行きの見えない状況にビルマ青年たちも焦りの色を濃くした。10月、三和訓練所は閉鎖されビルマ青年たちは台湾のたまりへ移動した。その頃日本は台米英海戦に向けて動き出していた。 10月16日、この F ・ミマロ内閣総辞職。後を継いだ、東条悲劇内閣は11月1日の大本営政府連絡会議で帝国国策遂行要領を決定。11月6日、南方作戦を担当する方軍一家各軍の編成が発令された。南機関も方軍の直属とされ、本部は南方軍司令部と同じ西言へ移された。 12月8日、日本は、アメリカ、イギリスへ、戦線布告し太平洋戦争が開始される。開戦と同時に、日本軍第15軍はタイへ進駐した。南機関も、第15軍指揮下に移り、全員がバンコクに集結、南方企業庁社会の仮面を脱ぎ捨てたい、在住のビルマ人の母兵を開始した。12月28日、今日のミャンマー軍事政権の源流とも言うべき、 ビルマ独立義遊軍が宣誓式を行い、誕生を宣言した。鈴木大佐がビア司令官となり、ビルマ名、防網上大将を名乗った。ビアには30人の同志たちのほか、将校、歌手官軍属など74名の日本人も加わり、日本軍での階級とは別に、ビア独自の階級を与えられた。発足時のビアの兵力は140名。 幹部は次の通りであった。日本軍第15軍は、耐震中に引き続き、ビルマへの進行作戦に移った。海戦間もなく、先見部隊の宇野死体が、倉地境を横断し、ビルマ領西南端のビクトリアポイントを12月15日に占領した。さらに、宇野死体は海上を島津隊に北上したが、これは、陽動で、第15軍主力は、 タイビルマ国境のビラウクタウン山脈を一気に超える作戦を立てていた。すなわち、沖死隊が大量内カンチャナブリからダボイへ向かい、第55師団主力及び第33師団はラーヘン付近に集結してモール面からラングーンを突く作戦である。ビアも水上師体、ダボイ兵団、主力の3体に分かれて日本軍に同行し、道案内や、 戦部工作に協力することになった。沖死体は1月19日タボイを攻略、第55師団主力は1月31日モールメンを攻略、第33師団は2月4日パーンを攻略した。日本軍トビアの前進とともに、ビルマの独立運動は凄まじい勢いで進展し、青年たちはワイワイガヤガヤトビアへ身を投じた。英印軍第17インド師団は、 ビルマ東部のタイガサルーイン側とシッタン側を防衛戦としていたが2月22日、逃げ遅れた遊軍を置き去りにしたままシッタン側の橋梁を爆破して退却した。ビアはこれを追って2月26日、日本軍主力に先立ちシッタン側を溶かした。さらにビア水上死体はイラワジデルタに上陸して A イン軍の退路を拡乱した。3月7日、英印軍は ラングーンを放棄し、脱出、3月8日、第33師団がラングーンを占領した。ついでビアも続々とラングーンへ入場した。この時、ビアの兵力は約1万余りまで増加していた。3月25日、ビアはラングーン駅前の競技場で、完閉式典を行った。温山を先頭にした4500名のビアの行進に、ラングーン市民は熱狂した。 ビルマ中部及び北部にはなお英印軍と中国軍が展開していたが、日本軍は占領したシンガポールから第18師団と第56師団をビルマへ増援し、ビルマ全域の攻略を推進した。第56師団は4月29日ラシオを占領し、延焼ルートを遮断した。英陰軍と中国軍は日本軍に追い立てられ、疲労と飢餓に倒れ、多くの捕虜を残して、 アッサム州と雲南省へ向けて退却した。5月末までに日本軍はビルマ全域を制圧した。この間、ビルマへの独立扶養をめぐって南方軍及び第15軍と南機関との間に対立が生じていた。鈴木大佐は1日も早くビルマ独立政府を作り上げることを念願とし、恩さんたちに対しても早期の独立を約束していた。 音さんたちもビルマに侵入しさえすれば当然に独立は達成されるであろうと期待していた。ところが南方軍及び第15軍の移行は彼らの願いを根底から覆すものだった。南方軍参謀石井明穂大佐は次のように述べている。結局、軍中央を動かしていったのはこうした筋の見解だった。鈴木大佐以下南機関のメンバーたちは 次第に軍中央の方針に反発し、ことと次第によっては反旗を翻すことをほのめかすようになった。恩さんたちも日本軍を不信視し,し、不満の念を高めていった。5月13日、マンダレー北方の模獄監獄から脱出していたバーモウが日本軍憲兵隊によって発見された。これまで恩さんもビルマの指導者としてバーモウを推奨していたこともあって、 第15軍はバーモウを主犯とする行政府の設立準備を進めることとなった。6月4日、イーガ軍司令官はビルマ軍政施行に関する布告を発し、中央行政機関設立準備委員会を発足させた。北部ビルマ兵定作戦が終了した時点でビアの兵力は2万3000人に達していた。急激な膨張の一方で、ウゴウの襲的な傾向も強まり、 幹部の統制を逸脱して悪事を働く者も出てきていた。こうした中、南方軍及び第15軍ではビアを一旦解散し、その中から選抜した人員をもって正規軍を作るべきとする結論に達した。同時に南機関の任務も終わり、その活動を閉じる時期となっていた。鈴木大佐に対しては6月18日付をもって、この絵師団司令物系への転属が命じられた。 鈴木大佐は、ビアの葬式を、温産へ移乗した後、7月15日、ラングーン発内地へ向かった。その他の機関員も各所に転属となり、ごく一部は新しく誕生する、ビルマディフェンスアーミー、ブダの指導要員として残留することになった。1943年8月1日、ビルマは、バーモウを主犯として独立し、ブダは、ビルマナショナルアーミー、BNA と改名した。 1944年8月、BNA、ビルマ共産党、人民革命党などによって、反ファシスト人民自由連盟が結成された。1945年5月、恩さんは、連合軍のルイス・マウント・バッテン司令官と会談し、BNA がビルマ愛国軍と解消した上で、連合軍の指揮下に入ることで合意した。その後、ンさんは軍を去って、アフプル総裁に就任し、 イギリス政府との交渉をはじめとする独立問題に専念することになった。だが、温産は1947年7月に暗殺され、ウヌーがアフプル総裁を引き継いだ。1948年1月4日、ビルマはウヌーを主犯として独立を達成した。1962年3月2日、ビルマ軍はクーデターを決行し、司令官ネウィンが大統領に就任した。 ネウィンの率いる軍事政権は議会制民主主義を否定してビルマ式社会主義を打ち出した。ネウィンは1988年の民主化要求でもの責任を取って辞任し2002年に死去した。太平洋戦争後日本とミャンマーとは長く友好関係を維持した。ネウィンをはじめとするビア出身のミャンマー洋人は日本への親しみを持ち続け、ネウィンは訪日の度に 南機関の元関係者と急行を温めた。こうした日本とミャンマーとの友好関係は、南機関の貢献を基礎として発展してきたとも言える。一方、南機関員が、日本軍の一部モンタル本文から逸脱し、日本のこの戦争の理念ではあるといえ、ビルマ独立運動に肩入れしたことについては、賛否両論がある。また、鈴木大紗良は1942年5月に、 連合国側に協力していた、イラワジデルタに居住する、カレン族の制圧作戦を指揮しており、今日に続く、ビルマ族とカレン族との民族対立の一員となった、面もある。ビルマの第33回目の独立記念日にあたる1981年1月4日、ビルマ政府は、ビルマ独立に貢献した7名の日本人に対して、感謝の意を表し、アウンサン勲章を授与した。 その7名とは、鈴木刑事の未亡人、杉井光川島武志信、泉谷達郎、高橋八郎、赤井八郎、水谷稲夫で、全員が南機関関係者であった。ありがとうございます。